吉田さん、私ね、飲食店をする際にこういう飲食店は生き残っていくんじゃないかなっていうモデルが、あるんですよ。それはですね、もう完全予約制ですか。そして1日に数組しか取らないようなとこですね。でそれはお店側としても余計なスタッフを入れておかなくてもいいし、余計な仕入れをしなくていいし、すごくいいんじゃないかなと思うんですよ。でその分店舗にかけるコストもしっかり取れますんでね、これね、私4月の16日ですけども、実は結婚記念日でですね、近くの高級割烹に予約したんですよ。これランチでね、3万円だったんですね。でそっから当日の追加注文、ドリンクが主なんですけども、それで大体ね、そう4万弱だったんですよ、ランチで。例えば出てくる品数って少ないんですよ。少ないんですけども、一皿の中に入ってる具材ってのがものすごく洗練されていて、すごく美味しかったですね。で何よりもその空間を4万円で買ったっていう感じなんですよ。だからスタッフさんもコックが2人いてね、であと女性の配膳の方が2人ついてくれて、合計4人で見てくれたんですよ。で、滞在時間がだいたい1時間ちょっとぐらいです。支払いとしては痛かったっていうかね、結構大きいなと思ったんですけども、ただお店としては必要な仕入れしかしてませんし、ロスはないわけですよ。でスタッフさんも私が来る間だけ出勤して、で早めにね、もう店も閉めれるし、本当にお店のオープン時間っていうのは3時間ぐらいじゃないですかね。仕入れには多分料理長が1人で行ったと思いますしね。で前日発注とかして仕込みとかもあるんで、かかった時間は結構あると思いますけども、完全な黒字なわけですよ。で私から見ても完全黒字だと思いますね。で予約してるんですよ、予約して入金してますんで、当日来ようが来まいがどっちも良くなってる状況なんですよね。行けば行ったでかなり丁寧にやってくれたりとか、そこで次回のセールスが入ってるんですよ。で最後私たちがね、ごちそうさまでしたって会計をお願いするとき、当日会計をお願いするときに、みんなでね、皆さんで出てきてくださって、この度はどうもどうもみたいな感じでね。でこれもちろん当然完全個室ですし、行く人数によってきちんともう準備されてるわけなんですよ。私の場合は夫婦と子供1人ね、大和君1人って感じなんですけども、そこも考えられていてですね、最高の空間をいただきました。もちろんこれ別に毎週のように行ってるわけじゃないですからね、結婚記念日でもあり、出会ってから10年目ってこともあったんで、多分本当に10年に一度くらいのことなんですよ。いや10年に一度にランチ4万円、これ贅沢ですかね。だって1年間4000円ですよ。言えば1年間4000円積み立てて10年間で4万円、それをランチに使ったって考えたらどうですかね、高級なんですかね。だからこういう飲食店って残っていくんじゃないですかね。もう完全に自分のためにその日は営業してくれるみたいな。でしかもそんなお店ってのはたくさんあるわけじゃないんで、そこ行きますよね、ずっと断るごとに。今度はいつ行こうかなってとこですけども、年にね、いろんな事情で3回から4回ぐらい行くんじゃないですか。そういうお客さんが例えばね、100人いましたっつったら、それで400万とか経つわけですよ。でディナーもありますから、ディナーはやっぱりね、もっと倍ぐらいする10万ぐらいのところだと思いますけども、そういうところに行くのと、かたや300円とか500円とかで済む、いわゆる乱立しているね、ランチの店、ここ従業員さんもスタッフさんも相当苦しいですよね。こういうところがブラック労働にやっぱりしてなってると思うんですよ。過当競争ですから。で利益も薄いんで、本当に風前の乏しみっていうか、いつ潰れちゃうのか分かんないような感じですよね。でブランド力もないということで、すぐに他に変わられちゃうみたいなこともあると思うんですよ。で私はこれからの時代、こういうふうにすごくこだわり抜いたところで、もう一つの我が家みたいな、そんなスタンスのところとか、自分が料理について何かね、聞いてみたいとか学んでみたいとか食べてみたいっていう時には、もう決まりがあるよみたいなね、行きつけの床屋さんみたいな感じのところが受けるんじゃないかなと思います。言ってみればね、ちょっと昔に戻るみたいな感じですか。で昔ってお寿司屋さんって、町とかの商店街に必ず1店舗とかあったと思いますけども、敷居が高かったですよね。で出前を取るんだったらあそことかね、店屋物を取るんだったらあそこって決まってたと思うんですよ。もう他のところに行かなかったと思うんですよ。でも最近はね、Uber Eats とかもありますんで、選択肢が広がったのはいいんですけども、その分販売者の方が過当競争に入っちゃって、非常に苦しい商売を取らされているんじゃないかなと思いますね。でその時代がやっぱり終わって、自分だけの行きつけの店っていうのに変わってくると思うんですよ。でこれが情報販売でも同じで、
買うんだったらドリアカとかね、入るんだったら速化塾みたいな感じでかなり選択肢が絞られてくると思うんですよね。で、加藤競争とか乱立っていうのは、ちょっと思いつかないんですけども、その情報販売に関しました。ただいろんな業者が出てきて消えるっていうところにそれは言えるんじゃないかなと思うんですよ、ね、なんか FX のなんとか塾とか転売塾とかね、なんかポン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 出てきちゃもう1年後にはいないわけですよ。でそういうのが繰り返し繰り返しいろんな形で出てくるっていうのがこの情報業界だと思いますけども、ほとんど同じ形で同じ人が顔をさらしてずっとね1日に何十本となく動画が上がってくるみたいなのはドリアカと速化塾くらいのもんじゃないかなと思うんで、私はそういう風なね、自分だけの情報販売塾みたいなのね、こういうのも見ていこうかなと思いますけどもね、いかがでしょうか。それでは失礼します。